ハレルヤ。アメン。アメン。ハレルヤ。今日はですね、5月16日土曜日なので、ツイキャスで放送していますが、今日はあいにく雨なんですね。おはようございます。おはようございます。あいにく雨でですね、室内で放送しています。おはようございます。おはようございます。皆さん朝早いですね。皆さん朝早いです。はい、ですから、おじいちゃん、飯なり、食った朝ごはんはね、いつも食べてないですね。今、麦茶飲んでます。麦茶ですね。6割5分理解しました。アメン。6割5分。自分、6割5分、信仰を理解したんですね。素晴らしいです。関東も雨なのですね。そうですね。まあ、小降りですけれども。小降りですけども、雨です。ですから今日はですね、コラボができますので、もし皆さん質問、相談がある方はですね、コラボかけてください。はい、信仰的な質問だけですね。信仰的な質問、もちろん相談という意味では、信仰の答えをする、まあ、質問なら大丈夫です。はい。雨は神が何を言ってるんでしょうか。雨にはいくつかの意味があると思います。一つは、神様が命の水をくれるよということですね。命の水。生物には水が必要ですが、それは、私たち人間には命の水が必要だよということですね。久しぶり。はい、久しぶりです。よくいらっしゃいました。皆さんにはですね、命の水が必要なんです。もちろんこういうですね、物理的な水分も必要です。特に暑い日はですね、熱中症にならないためには水が必要ですね。でも本当に必要なのは、本当に必要なのは命の水です。皆さんは、その命の水のことをですね、まだ知らない方もいると思うんですけど、命の水が必要です。この放送で、命の水を供給したいと思っています。皆さんが放送を見てると、命の水が注がれてほしいと思っています。求めてください。命の水です。そして、あと雨はですね、雨が降ると道路がきれいになると思いませんか。ですから水で洗い流す、罪を洗い流すという意味もあるんではないでしょうか。埃で溜まったこの地上がですね、雨によって清められる。これも神様の、まあ、なんて言ったらいいでしょうか。神のくださる水によって、命の水によって心がきれいになる。エジさん、おはようございます。命の水によって、心がきれいになるということを表しているんではないでしょうか。そして、そうですね、植物は水によって成長します。水がなかったらば枯れてしまいます。農業をやっている方が、一番大事なのは水が降るということですね。雨が降るということですね。その雨が降ることによって作物はすくすくと成長します。もちろん光も日光も必要ですが。おはようございます。おはようございます。そして、その植物がすくすく
成長して、水と光によってすくすく成長して、初めて作物がなります。人間も同じです。人間もですね、命の水が必要です。そして光が必要です。神様の光と命の水が必要です。人間に必要なのは何ですか？人間のに必要なのは、神の御言葉ですが、神の御言葉が必要です。そして命の水が必要です。おはようございます。生産式でね、生産式でパンをちぎって食べますね。あれはイエス様の肉ということですが、それは御言葉、命の御言葉という意味があります。それからイエス様の血を飲みます。イエス様の血を飲みます。十字架で流された血ですが、それも命を表します。つまり人間には、十字架から来る神の命が大事なんだよ、十字架から来る神の命が大事なんだよということですね。先週の礼拝良かったです。明日も期待してる。アメン。そうですね、皆さん、明日は日曜日、礼拝の日です。ニコ生でやってますけども、ぜひ10時半から礼拝がありますので、礼拝に参加してください。礼拝に参加することによって、神の皆を崇めることができます。私たちの人生は、礼拝することが人生なんです。礼拝することが人生です。イエス・キリストを礼拝して、私たちは神の栄光を表すのです。神の栄光を表します。いつからツイキャスを始めたの？そうですね、もうだいぶ前だと思いますね。だいぶ前にやったと思います。もう1年以上前だと思いますが、最初の頃はですね、まあ本当に、不定期でやってたんじゃないかなと思いますが。はい、キリスト教です。はい、プロテスタントのカリスマ派ですね。プロテスタントのカリスマ派です。はい、ツイキャスはですね、どっちかというと質問に答える、まあ仕方というか、特別テーマを決めないで、皆さんのガムテではないんですけど、十字架をお見せします。特別テーマは決めてないんですが、皆さんの質問に答えながら進めていく放送です。はい、どんどん、質問してください。また、直接コラボで質問されても結構です。日本人は宗教をほとんど気にしない。そうですね。日本人はですね、宗教があるのかないのか。なんか宗教が、仏教だと言いながらですね、特別お経に興味があるわけじゃないし、釈迦の教えを学んでるわけじゃないし、仏教といっても、まあ、葬式仏教だけではないでしょうか。鼻から息を抜いてしゃべんな。牧師歴何年ですか？10年、20年、24年ですかね。ずいぶん長いですね。ヨスさんがキューちゃんからもらった椅子、捨てたって言ってた。そうですね、片付けたのはしょうがないですね。大掃除したので仕方がないと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。はい、質問、答えますので、まあ、質問が多くて、答えられなくなってしまうよりも、まあ、ゆっくり質問答えた方が、いいと思いますけれども。はい、おはようございます。おはようございます。おいくつですか？64歳です。仏教だと地獄行きですか？
仏教をやるから地獄に行くのではないんですね。仏教をしなくても、人間はですね、もともと罪から遠く離れ、ごめんなさい、神から遠く離れ、罪の中を生きています。仏教だけではありません。大事なことは、ね、宗教やってなくとも、罪の中を生きているんです。つまり、神の目から見たらば、多くの人は神に逆らって生きてるんです。神様に逆らってる。その欲で生きたり、自己中で生きたり、多くの人は神の目から見たらば失格なんですね。失格。映画ノアは感動しました。そうですか。はい、私まだ見てないんですね。地獄はどんなとこですか。永遠の刑罰、火の池、永遠の拷問という感じでしょうかね。永遠の拷問ですね。永遠の拷問。じゃあ、俺は地獄やな。そうですね。でも皆さん、皆さんは天国に行くチャンスがあるんです。天国に行くチャンス。その自分の罪を悔い改めてですね。その自分の罪を悔い改めて、そうか、やっぱり自分は悪いことしてきたんだ。自分は悪いことしてきたんだということで、じゃあやめようと。罪をやめようと。イエス様は私の罪を許してください。私はもう罪をやめたいのです。罪の人生じゃなくて、良いことをしたいんです。良い人生を送りたいんです。と。そのように悔い改めてイエス・キリストを信じる人生。イエス様の弟子になって、イエス様から人を愛することを学ぶ人生。人を愛することを学ぶ人生に、を始めるんです。それが、クリスチャンということですが、そのように、悔い改めて、このクリスチャンの人生を歩めば、天国に行けるんです。そして、聖霊様という、神様ご自身が、神様ご自身が皆さんの心の中に来てくれるんです。その御霊と言います。聖霊様のことを御霊と言うんです。その御霊が来ると、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という、神様の性質を持つことができるんです。私たちは以前は悪魔の性質を持っていましたけど、今、神様の性質を持つことができるんです。死んだら無になるんじゃないですか。死んだらですね、天国か地獄なんですね。天国か地獄。青森県の十和田湖あたりにキリストの墓があります。あれは、その嘘だと思いますね。嘘だと思います。ぜひ皆さんがですね、皆さんが、自分が、罪の中にいるということに気づいて、あ、罪の中にいたら地獄行っちゃうんだ。罪の中に、罪を、社会でもそうですよね。社会でも、日本の法律をね、破ったらば、当然、逮捕されて、地獄行っちゃうわけじゃないですか。ですから悪いことしちゃいけないということは誰でもわかると思います。キリストの誕生日になぜ鳥食べるんですか。クリスマスにチキンを食べるっていう理由ですか。わかりません、それ。特別食べなきゃいけないってことはないと思いますが、お祝いということなんでしょうけど、感謝祭には七面鳥かなんか食べますよね。クリスマスにチキンっていうのはどうしてなんでしょうね。はい、今日はですね、雨なんです。外が雨降ってるので申し訳ないんですけど、外配信はできません。鳥の大量虐殺はひどい。でも私たちは
日頃ですね、鶏、豚、牛、食べてるじゃないですか。ですから、世界的に見れば、人類は大量虐殺してるんではないでしょうか。それは、その神様が与えたと、動物を食べてもいいよと許可が出ていますので、食べ物として肉を食べることは罪ではないと思います。人間も食べられるべきでは、人間は動物とは違うんですね。人間は動物とは違います。人間は人間の尊厳があります。元ヤクザ牧師、新藤達也さんなら知ってる。私も彼に2回会いましたね。2回会いました。このニコ生の放送にもですね、インタビューをお願いしたんですけどね、ちょっとスカイプをやってないということで、できてないんですけども。はい。はい、質問があればどんどんしてください。質問があれば、どんどん答えていきます。あとコラボ、ね、皆さん、コラボで質問されても結構です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。そして来週の月曜日もですね、一応スカイスティッカー、ごめんなさい、ツイキャスできる予定ですが、1時半ぐらいですね、1時半ぐらいで、来週の土曜日は、マーチ・フォア・ジーザスという、行進ですね、東京で行進をしますので、その配信をチャンネルでやります。ちょっとチャンネルの方を貼っときましょう。これが私のチャンネルですが、多分来週の土曜日24、23日ですね。23日、これちょっと間違えましたね。ちょっと間違えました。すいません。今の間違いでした。こっちでしたね。こっちの方でした。こっちの方で、23日の土曜日の1時半ぐらいから、行進ですね。クリスチャンの行進。マーチ・フォア・ジーザスという。外配信する予定ですので、もし、覚えててくだされば。これは無料で放送見れます。ね、無料で見れますので、安心して見てください。無料で見ることができます。6 インパス。はい、コラボの方来ましたね。もしもし、おはようございます。おはようございます。あ、どうも、おはようございます。はじめまおはしようて。ございます。はじめまして。Q ちゃん牧師と、お話しできるのを非常に光栄に思っております。ああ、こちらこそ。はじめまして。質問よろしいでしょうか。はい、質問どうぞ。はい。私はですね、今朝、夢を見たんですが、イエス様が出てきまして、イエス、そうですか。はい。イエス様から、あなたは、朝毎日散歩しなさいって言われたんですけど、これはやっぱり従うべきでしょうか？まあ内容的には問題ないと思いますけども、まあ、イエス様かどうかちょっとわからないんですけども、内容的にはいいんじゃないですか。そうですかね。はい。教会とかって、最近行けてないんですけど、やっぱり、普段、以前、教会行ってたんですか？はい、以前行ってたんですが、最近は、
あまり行けてないんですが、やっぱり、欠かさず行くべきでしょうか。一人暮らしを始めてから、行かなくなってしまったんですか。私はプロテスタントのカリスマ派ですけどね、カリスマ派の教会をお勧めしますよ、カリスマ派の教カ会。リスマ派で。はい。イエズス会はやっぱりダメでしょうか。イエズス会の教会はないでしょう、あります？あ、イエズス会ってお聞きしたんですが、もしかしたら、違うのかもしれないですね。自分の勘違わいかかもんしないれでないですすけね。ど、カトリックはあるけども、カトリックでもちろんイエズス会ってあるんですけど、カトリックですカトか？リックって、あ、そうですね。あ、そうです、そうです。はい。カトリックですか？はい、そうです。まあ私はカリスマをお勧めしますよ。カリスマをお勧めしわかりました。ます。じゃあ、ぜひ、行かせていただきたいと思ってます。場所がね、もし、まあ、カリスマは少ないんですよ。あ、多分そうなん近ですくか。にあるかないか、スカイプの方で場所を教えてくはだい。されば探しますし。あ、ぜひ、Q さんのとこにお伺いしたいと思っております。近いんですか？東京町田に近いんですか？あ、一応自分埼玉王国なんで、近いので。じゃあ、来れますね。来れますね。はい。じゃあ、ぜひ来てください。来ます。ぜひ。待ってます。場Q 所わかさん。りますか？あ、はい、わかります。調べたことあるんで。そうですか。ぜひ来てください。明日10時半はい。ですが、礼拝がね。あ、本当ですか。かしこまりましそうですた。ね。では、お話ししていただいてありがとうございます。ありがとうございました。アーメン。ハレルヤ。アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。ぜひ東京町田に近い方はですね、こちらにホームページ貼っときますので、これが教会のホームページですが、皆さんが来てくださったら嬉しいと思いますね。私の声が小さい。ちょっと待ってください。そうですね。ちょっとなんかおかしいですね。ちょっと今直します。これいいですね。どうもすいませんでした。ちょっと声が小さかったみたいで、これで、大きくなったんではないかと思うんですが。やっと聞こえた。ごめんなさいね。じゃあずっと声が小さかったんですね。ごめんなさい。気がつきませんでした。すいませんでした。どうぞ質問。打ってください。答えます。これはコラボ。これはコラボの時だけでいいですね。さっきボリューム上げてって言ったんですか？ごめんなさい。申し訳ありません。ちょっと気がつかなくて。すいません。ユイガは嘘をつくのをやめました。素晴らしいですね。なんでローマ法はダライ・ラマの接見を断ったんですか？知らないです。知らないですね。佐野と仲がいいの。いや、私ね、佐野さんとは話したことないんですね。佐野さんと話したことはありません。キューちゃん、料理作れるの？簡単なものだったら作れます。スパゲティとかね。スパゲティとか、レトルトのカレーとか。作れます。いつからキャスやってますか？わかんないですね。1年ぐらい前じゃないかと思うんですが。場合によってはもっと前からかもしれません。結婚してるの？結婚してます。結婚してます。初見さんいらっしゃい。カレーライスぐらい作れるでしょ。そうですね。母の日、なんかしてあげた。私の母はですね、もう亡くなっています。天に行きました。
LTL の人と意見が食い違っても仲良く、ならないですか？悪くならないですか？クリスチャンはですね、クリスチャンは許し合って愛し合うことを心がけていきます。なんで、のりゆきによっさんは暴行を受けたの？原因はわかりません。原因わかりませんね。この世はですね、許し合うことができません。この世は、争います。ね、この世はですね、なんていうのかな。愛がないんですね。愛がないんです。しかし、私たちはイエス様の愛が必要です。どうしても許せない人がいて、憎しみばかりですから、どうしたらいいですか。そしたらですね、こう言ってください。その人を許しますと言うんです。じゃあ、ちょっと言ってく、皆さん言ってください。許せない人がいたら、こう言ってください。誰々を許します。イエス様、誰々を許しますって、ちょっと大きな声で言ってください。2、3回言ってください。イエス様、誰々を許します。はい。本当にこれはですね、許せるようになりますから言ってみてください。はい。言ってください。イエス様、誰々を許します。イエス様、誰々を許します。言いましたか？言いましたか？そうするとですね、心に平安が来ます。心に平安が来ます。なぜかというと、それが十字架なんです。十字架です。十字架っていうのは、人の罪を許すためのものなんですね。人の罪を許すためのものです。ですから、イエス様に向かって許しますと言えば、許す心がもらえるんですね。ぜひ皆さん、皆さんの心から憎しみがなくなる、敵意がなくなる、悪意がなくなる、それが十字架なんです。それが十字架なんです。そして、解放されるのです。その憎しみがあると、自分の心が病んでいくのです。憎しみは、悪魔の心ですから、その心があるあると、病んでいくんですね。病んでいくんです。ぜひ皆さん、許していきましょう。許していきましょう。コインありがとうございます。コインありがとうございます。そして、その皆さんが、御言葉を学ぶと、御言葉を学ぶと、それを油注ぎがあって、油注ぎという神の、命の水と言ったらいいでしょうか。命の水が注がれて、心がきれいになるのです。心がきれいになります。許してくれない人がいます。イエス様が許してくれますから、イエス様を信じれば、人は許してくれないかもしれない。でも、イエス様が許してくれます。すべてを許すなら悪魔などと区別する意味は、神様は悪魔と悪霊は、許しません。悪魔と悪霊は許しません。しかし、イエス・キリストを信じる人間は許すのですね。イエス・キリストを信じる人間は許しますので。ですから、皆さんは許されることができるんです。イエス様に許してもらうことが大事なんです。人生、皆さん、神と敵対して、神と敵対してはいけないのです。神と和解しなければいけません。その神と和解するには、イエス・キリストを信じる必要があるのです。イエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストを信じるときに、もう祝福はね、来るのです。
祝福が来るのです、ね、ぜひ、その、イエス様に、祝福される、イエス様に祝福されることが人生の秘訣なんですね。人生の秘訣です。皆さんの祝福はイエス様から来るんです。これはですね、明日礼拝があるんですけど、この礼拝の時に放送するんですけど、カメラをここにつける三脚ですね、頭に刺さってるわけではないんですね。この三脚はテレビ、まあウェブカメラですね。ウェブカメラをつける三脚です。なぜお釈迦様は地獄へ落ちたのですか。人間はですね、人間はイエス・キリストを信じて初めて罪が許されますから、生まれたままでは救われないんですね。なぜ神を信じないと無になるのではなく、わざわざ地獄に落とされるの。神の報復。そうですね、肉体は無になりますね。肉体は無になるわけですけれども、魂と言ったらいいでしょうか、霊と言ったらいいでしょうか、その霊がですね、地獄に行くわけですね。白まで食べるのは罪ですか。罪だと思います。むさぼりですから、それは罪だと思います。マーチイン東京シティに参加予定です。アメン。素晴らしいですね。ヤサオさんですか。ヤサオさん、マーチフォアジーザスに参加されるんですね。はい。嬉しいですね。なんで処刑された人が神になれるんですか。処刑された人が神になったんではないんですね。神の子が処刑されたんですね。神の子が処刑されたんです。イエス様が罪を許してくださり、私たちは平安と祝福を与えてくださる。私たちに平安と祝福を与えてくださる。アメン。はい、その通りです。アメン。私たちはですね、イエス様と出会って、救われなければなりません。なんで処刑されたの？赤リンゴさんのためなんですね。赤リンゴさんのために、もちろん全ての人のためなんですが、赤リンゴさんのため、赤リンゴさんを救うために、身代わりに罰を受けたんです。十字架というのは、皆さんの身代わりなんです。皆さんの身代わりなんです。皆さんが処刑されなければならないのに。皆さんが罪の罰を受けなければならないのに、イエス様が身代わりにかかって、皆さんを救うために、身代わりにかかって死んでくださったんです。恩着せかもしれない。いや、だからそれは、押し付けてるんじゃないんですね。救われたい方は救われます。ね、救われたい人は、私を信じれば救われますということで、無理やり、強制的にやってるのではないんです。十一章を尊重してですね、救われたいものはということでしょうか。罪を許してほしいものは私を信じなさいと、そういうことなんですね。罪を許してほしい人はイエス・キリストによって救われるんだ。罪が許されるんだ。皆さん、これは大きなことなんです。とてもとても大きなことです。
地獄に落とされた人は犯した罪の大きさにかかわらず、皆同じ罰を受けるの。罰の大きさは違うそうです。行いに応じて裁かれたとあります。行いに応じて裁かれたということはですね、地獄の苦しみの大きさは違うわけですね。罪がたくさん犯せば犯すほど苦しみも増えるんです。聖書を読まないの。聖書はですね、必要があればすぐ読みます。必要があればすぐ読みます。地獄は仏教の教えですよね。なんか矛盾してますよ。いえ、仏教がキリスト教から取り入れたんですね。仏教が大乗仏教の時にですね、仏教が取り入れたんですね。あなたは地獄に行ったことがあるの？いえ、行ったことありません。行ったことありません。マーチイン名古屋に参加、マーチイン東京で年内2回目です。あ、そうですか。素晴らしい、素晴らしいですね。マーチイン名古屋もありましたよね。素晴らしいですね。ギャンブルに勝つには神様にお願いすれば勝てますか？ギャンブルは禁じられてますので、願っても叶えられません。ね、願っても叶えられません。本当の地獄は3000年かかります。許す作業はありえないと思います。それは、何の話でしょうか？言ったことのないのになんでわかるんですか、そんなこと。聖書に書いてありますね。聖書に書いてあります。あなたのことをどうやったら信用できるようになりますか？つまりですね、本当にこの世が罪に満ちているか、この世が愛があるかないか、チェックすればいいんですね。深い話してないから 言わないんだ。いや、そうじゃないですよ。必要に応じて読みます。ニコ生よりキャスの方が良い。米だけ拾うの楽ですか？ゆっくりですからね。コメントがゆっくりだから読みやすいですね。はい、今日は雨だから教会なんです。許されたというのはどういう時点でわかるの？聖霊を受けてわかります。聖霊を受けると、ああ、許されたんだということがわかります。聖霊を受けると心が解放されます。喜びが来ます。皆さんが救われて聖霊を受けてほしいんです。皆さんが救われて聖霊を受けてほしいです。久しぶりですが、元気にしてましたか？はい、元気です。聖霊を受けるということですね。聖霊。神の霊を受ける。神の霊を受ける必要があります。イエス・キリストを信じると神の霊を受けるんですね。神の霊を受ける。それが救われた保証、救われた、証明なんですね。ぜひ皆さんが、聖霊を受けることができます。ぜひ皆さん聖霊を受けてください。そうです、神の霊ですね。神の霊を受けてください。大洪水で人類は滅んでいったら今の世の中になっていなかったはずです。箱舟を作ったのは罪ですか？いえいえ。箱舟を作りなさいと神の命令にノアは従ったんですね。どうしたら罪を改められるのでしょう？悔い改めてイエス・キリストを信じるのです。私は明日がチャペルです。時間があったら放送見に来てほしいです。はい。どんな放送でしょうか？ちょっと貼っていただければ、放送を見ることができるかもしれません。はい。仏を確信する仏教徒も、神を確信するクリスチャンも似た現象に遭遇してるけど、
どちらが甘やかしなのか、見分けは何だと思いますか。そうですね、愛があるかないかでしょうかね。愛があるかないかで、まあ、本物と偽物が、見分けがつくでしょう。イエス様がおっしゃいました。良い木には良い実がなり、悪い木には悪い実がなる。実によって判断できるということですね。良い言動してるかどうか。良い言動してるかどうか。その実によって判断できます。つまり、心にあることが反映されるんですね。私たちは心にあるものを語り、心にあるものを実行するんです。ですから、その人が良い気か悪い気か、その身によって判断できます。皆さん、悪い言葉を言ってる人がですね、悪い言葉遣いをしてる人が、いい人でしょうか。悪い言葉遣いをしてる人が、いい人でしょうか。クリスチャンになると言動が変わるんですね。クリスチャンになると悪いことをしなくなってきます。私の聖霊様はなぜかお静かになってしまった。大丈夫です。また油注ぎを受けてください。ね。キューちゃんはループゲーだけど大好きだよ。ありがとう。ループゲー。油注ぎを受ければまた元気になります。私の放送で油注ぎを受けることができますので、油注ぎを受けて元気になってください。いつから始めたんですか？キャスはですね、キャスは1年か1年ちょっと前ぐらいでしょうかね。はい、おはようございます。ポムデーさん、おはようございます。はい。生産式はそれほど重要ではないんでしょうか。生産式はですね、とても大事なことを表しています。ですから、生産式は大事だと思います。ただ、大事なのはその儀式が大事なんではなくて、その生産式が意味していることを実際に、体験するというか、その意味していることを表さないと、儀式そのものが目的ではないんですね。その生産式の式が意味していることをしっかり受け取って、それが、実行されることが大事なんですね。はい。キリスト教以外にも入っていた宗教とかあった。学んだけど、少し学んだけど、いろいろ宗教巡りしてですね、真理を求めていたんですけど、結局ですね、どの宗教も入りませんでした。いい言葉を使いしている人がいい人とはもちろん限りませんね。偽善者といって、心が悪くても、言葉がいい人ももちろんいるわけです。生産は重要。はい。洗礼を受けた者だけが天国に行けるの。いえいえいえ。神様の御心を行った者、神様の御心を行った者が天国に行きます。またはイエス様の教えをしっかり守った者、イエス様の教えをしっかり守った者が天国に行けます。ですから、イエス様の教えに無頓着だと、ね、イエス様の教えに無頓着だったらば、クリスチャンでも天国に行けないかもしれません。洗礼を受けたから天国行くわけじゃないんですね。中身が大事ですね。中身ですね。天国に行きたくないです。成仏にはどうすればいいですか。その成仏っていうのが結局、
天国に行くことではないかなと思うんですけどね。まあ、仏教のいる成仏と、キリスト教でいう天国行きとは、まあ、意味合いが違うかもしれませんが、天国に行くことこそ本当の成仏ではないでしょうか。キューちゃんは天国行き内定、今のところ、内定だと思います。なぜかというと、聖霊を受けてるからですね。聖霊は保証です。天国に行く保証、つまりパスポートみたいなもんですね。その聖霊を消さないで、聖霊をいつも、聖霊に満ちていることが必要です。聖霊が消えてしまったらば、天国行けなくなってしまいます。皆さんも、サンデーワークショップ幸福チャペル、10時、光、ああ、そうですか。サンデーワークショップ、サンデーワークショップ、ですね。ちょっと、チャペル。はい、ありがとうございます。何派なんでしょうかね。何派の教会でしょうか。あ、角笛ですね。はい。後でちょっと角笛吹きたいと思います。地獄に行きたいのですが、どうすればいいですか。地獄は何もしなくても行きますね。何もしなくても地獄に行きますので。でも地獄に行かないでくださいね。地獄は、非常に、感動しました。僕も入信したいです。アメン。アメン。僕も入信したいです。ぜひ、入信してください。アメン。私は64歳ですね。64歳です。はい。64歳ですね。地獄か天国なんですか？他の場所は？ないですよ。地獄か天国だけですね。地獄か天国だけ。他にはないです。退職金は何に使いますか？私はですね、元歯医者なんですね。ですから、自営業だったわけです。退職金はありません。退職金ありません。ユーダさんは嘘をつくのをやめました。アメン。素晴らしいですね。素晴らしいです。ニカ縄には年配者がね、放送してる人いると思うんですが、ツイキャスでは年配者いないんでしょうかね。ツイキャスで私よりも年配の人がツイキャスやったのは見たことありますか？ニコ生ではいますね。大阪にある、小さな教会です。ああ、そうですか。大阪にある小さな教会。そうですか。ツイキャスで放送してる。そうですか。いいですね。連動をどんどんしてくださるといいですね。なんで歯医者を辞めたんですか？はい。連動するためですね。あ、チャージスクールするためですかね。私はチャージスクールという小さな学校を持ってるんですけど、そのチャージスクールをするために歯医者を辞めました。人見知りで相手が怖くて話せない時になります。どうすれば自信がつきますか？油注ぎを受けるんですね。信仰一筋になると油注ぎを受けます。そして油注ぎがあると恐れがなくなります。人間の力ではできません。人間の力で恐れを取ることができません。信仰一筋になることです。罪を悔い改めてね、罪を悔い改めて悪いことをやめる必要がありますね。どうも、キューちゃん牧師。もしもし、あれ、もしももしもし。し、えっと、
自分は歯医者と牧師を両立する方も、はい、ごめんなさい、これ好きなのかな。もしもし、もしもし、もしもし、はい、もしもし、油注ぎを受けたいんですが、はい、油注ぎは、はい、電動配信でもよろしいでしょうか。はい、この放送を見てるだけで、ね、本当に心から悔い改めて、はい、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じれば、はい、あ、でもやっぱり何回も、はい、何回もやっぱり配信を見ないとその効果とかやっぱ出ないんでしょうか。あのね、回数よりもまず本当に真剣に、はい、真剣に、はい、罪を許してほしいとか、はい、真剣に救われたいとかいう、そういう心のなんていうかな、上かわきというか、真剣さが必要ですね、はい、本当に悪いことした、本当に今まで神様に対して罪を犯してきたという、そういう真摯な心が必要ですね。なるほど。ちなみになんですが、実際心がわかります。はい、はいはい、実際に洗礼受けた方がいいんでしょうか。はい、洗礼というか油、はい、注ぎなんですが、ね、油注ぎっていうのは霊的なことだから目に見えないんですね。はい、でも本当に悔い改めたならば洗礼を受けなければなりませんね。洗礼を受けたいならば、私の方のスカイプの方に問い合わせすれば、はい、洗礼を受けることができます。はい、なんかはい、大人のなんか、はい、もしもし、もしもし、もしもし、切っていいですか。あ、切れちゃったですね。はい、旧約はですね、確かにその預言者とか王とか祭司に任命するときに多分オリーブ油だと思うんですが、そのオリーブ油を頭からかけてですね、任命するわけです。で、今は実際に油をかけることはないんですが、イエス様が直接ですね、直接というか霊的にこの目に見えない油をかけるんですね。まあ、それが聖霊様と言ってもいいでしょう。イエス様が聖霊様をかけてくれるんですね。それが油注ぎです。皆さんが信仰を持って、イエス様を信じて、放送を聞くならば、油注ぎがあると信じます。油注ぎがあると信じます。皆さんの心が変わるんです。解放されるんです。自由になるんですね。カリスマに入信するには、お財布はいくら積めばいい。お金はいらないんですね。お金はいりません。キューちゃんはキリスト総学会掛け持ち。いやいや、そんなことはないです。まあ、カトリックでは天国と地獄の間に煉獄というのがあるらしいですが、プロテスタントでは煉獄という概念がないですね。はい。はい、斉藤さんごめんなさい。もうちょっとね、同じ人はちょっとごめんなさい。コラボは。はい。東方教会と西方教会何が違うの？そうですね。根本的に何が違うんでしょうかね。まあ、ちょっとググってみてくださいね。ググってみてください。ローマ帝国
が別れちゃったからがきっかけじゃないかな。東ローマ帝国とね、西ローマ帝国と別れてしまったのが原因だと思うんですけど、ちょっと忘れました。私はプロテスタントなので、カトリックは分かりません。私もプロテスタントですね。中東の問題とか興味ありますか？はい、中東の問題はとても大事です。私たちはイスラエルという国に注目しなければなりません。イスラエルは、今終わりの時代の、時計と言ってもいいかもしれません。イスラエルのこれからの情勢がですね、その終わりの時代のスケジュールを見ることができます。1948年にイスラエルが再建して終わりの時代に突入しました。そしてイスラエルがですね、自分たちの国のメシアであるイエス・キリストを、十字架につけてしまったんですけれども、それを悔い改めて、イエス・キリストを信じるようになります。そしてイスラエルがイエス・キリストを受け入れると、イエス様の再臨があるというスケジュールですね。そういうスケジュールです。ですからイスラエルは、この霊的な世界を表します。イスラエルの周りのイスラム教の国々はイスラエルに敵対しています。それはこの世が神の国に敵対しているということを表します。イエス様といつも一緒だと思うと、いろいろな恐れがなくなり、解放された気分です。ハレルヤ。アメン。イエス様といつも一緒だと思うと、いろいろな恐れがなくなり、解放された気分です。アメン。アメン。素晴らしいです。また、日本がですね、皆さん、日本がイスラエルと関係がある、イスラエルと関係があると言われています。日本の、文化にイスラエルの文化がたくさんあるんですよ。お祭りとか、相撲とか、言葉、民謡の中にイスラエルの文化がたくさんあります。どうして日本が、イスラエルと関係があるのか、不思議です。おいくつですか？64歳ですね。64歳です。イエス様といつも一緒だと倦怠期にならないの。皆さん、一人で生きるから倦怠期になるんです。一人で生きるから苦しいのです。一人で生きるから元気じゃないのです。イエス様と一緒に生きることによって元気になるんです。人生はイエス様と共に歩むのが人生です。親密だった友が3人亡くなってしまいましたが、いつも神に守っていると思っています。アメン。アメン。イエス様が本当の親友になります。イエス様が本当の親友になりますよ。これからは、イエス様と親しく歩んでください。まず、心の中にイエス様を歓迎しましょう。キューちゃんは何系のプロテスタント？カリスマ派ですね。カリスマ派です。名前にキューちゃん推し、牧師、え、キューちゃん、何ですか？神推しってつけていいですか？いいですよ。いいですよ。イエス様が親友であり、家族です。アメン。依存が嫌いな人はどうすればいいですか？イエス様以外のものに依存してはいけませんね。イエス様以外に依存してはいけません。イエス様だけに依存しましょう。イエス様だけに依存するんです。失われたイスラエルの十種族が日本に来ていた。私はそう思いますね。イスラエルの失われた十部族が日本に来たと信じます。
イエス様以外に依存することを偶像崇拝と言いますね。偶像崇拝。お金に頼ることも偶像崇拝。恋人に頼ることも偶像崇拝。自分に頼ることも偶像崇拝です。しかし、イエス様に頼ることは OK です。あ、九ちゃん神推しってそういう意味ですか。私を、崇拝してはいけません。イエス様だけですね。イエス様だけを崇拝しましょう。そう、常に心が神の方を向いていることが重要。その通りです。その通りです。この人怖い。いや、怖くないですよ。怖くないです。噛みつきませんから大丈夫。怖くありませんから安心してください。結局信じる者しか救わないのですか。ですね、信じる者しか救わないというよりも、救われたい人は信じるということですね。救われたいと思う人は、あ、ごめんなさい。救われたいと思う人は、救いますよということであって、救われたい人を救わないわけではないんです。つまり信じるというのは、救われたい人が救われる方法だということですね。救われたいのに救わないということではありません。イエス様を信じないと地獄に行っちゃうよ。その通りです。その通りです。リラックスしだした。ごめんなさい。ちょっとリラックスしてます。第一コリント13章読んでほしい。はい。第一コリント13章読みましょうか。愛の章ですね。愛の章。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることはありません。アメン。アメン。あ、昨日読んだところ素晴らしいですね。昨日読んだんですか。素晴らしいです。ここ老人ホームじゃありませんよ。ここ教会です。教会。明日ここで礼拝しますから。プロテスタントで使う施設。そうですね。ダイアナ妃の結婚式の時も、この聖書が読まれましたよね。キューちゃん、街の繁華街行きたくないですか？逆に行きたくないですね。繁華街行きたくないです。なんとなく嫌ですよね。やっぱり汚れてるという感じがしますね。何から救われるんですか？悪魔から救われます。罪から救われます。地獄から救われます。苦しみから救われます。呪いから救われます。悪魔から救われることが大事です。悪魔から救われる。多くの人は悪魔の虜です。皆さん、悪魔の虜、っていうのは捕虜のことですが、皆さんは悪魔の虜です。ですから悪魔から救われなければなりません。悪魔はどこにいるんですか？皆さんの間、うろちょろしていますね。悪魔は皆さんを食い潰そうとして、うろちょろしていますね。ですから皆さん、悪魔に気をつけてください。悪魔に従わないでください。悪魔に立ち向かうのです。皆さんの本当の敵は悪魔なんです。皆さんの本当の敵は悪魔です。悪魔に立ち向かう必要があるんです。悪魔に立ち向かいましょう。悪魔に立ち向かうのです。サタンはいつもみんなの近くにいるんだよ。どうやって立ち向かうの？
そうですね。どうやって立ち向かうか。それはですね、悪魔の言うことを聞かないということですね。イエス様の御言葉、イエス様の御言葉で戦うんです。悪魔の武器は嘘なんですね。嘘で、私たちを攻撃してきます。いろんな嘘がありますね。いろんな嘘があります。その嘘に対してイエス様の御言葉で戦うんです。イエス様がこう言われた、ね、イエス様がこう言われた、悪魔よ出て行け、イエス様がこう言われた、お前の言ってることはデタラメだと言ってですね、この世の考え方はですね、悪魔の嘘なんですね。この世の考え方、いろんな考え方がありますけど、それは悪魔の嘘が満ちています。もう皆さんテレビなんかもう嘘だらけだと思いませんか？テレビなんか嘘だらけですよね。皆さんが、嘘で、ね、嘘を聞いて、悪魔の言葉を聞き続けて、それで苦しんでるんですね。皆さんはイエス様の言葉を聞く必要があります。イエス様の言葉を聞くと、皆さんの心から苦しみがなくなり、皆さんの心に平安が来ます。佐野さんは嘘だらけ。佐野さんは嘘だらけ。皆さん、嘘を聞かないで、真理の言葉を聞きましょう。真理の言葉。皆さんが、この放送に、いらっしゃるのはね、なんとなく、キューちゃんの言ってることは、本当じゃないだろうか。イエス様は、本当に神の子じゃないだろうかと、薄々感じてきて。だとしたら、神の言葉を聞きたい。神の言葉を聞きたいと、なんとなく、感じて、この放送に来てるんではないでしょうか。ぜひ、ぜひ皆さん、それは大正解ですから。大正解ですから、イエス様の言葉を聞き続けましょう。私もそうですよ。私もね、こうやって放送していますけど、私自身ね、もうこういう信仰、デビッド・テイラーの本ですか。こういう信仰の本を絶えず読んだり、聖書を絶えず読んだり、そしてネットでね、ネットでメッセージを聞いたり、私も絶えず神の言葉を求めてるんです。神の言葉が本当の食べ物です。皆さん、本当の食べ物を食べるんです。また本当の薬を飲むのです。神の言葉が本当の薬です。イエス様の言葉が本当の薬です。皆さん、毒を飲まないでください。ね、もう賞味期限が過ぎた、腐っている食べ物を食べないでください。新鮮で本当に栄養のある食べ物を食べてください。栄養のある食べ物、本当に皆さんの、益となる食べ物、それはイエス様の御言葉です。イエス様の御言葉です。悪魔の言葉は毒です。悪魔の言葉は毒です。毒を食べないでください。毒を食べないでください。皆さんが毒を食べると、体が苦しくなって弱くなってしまいます。聖書の御言葉が水であり食べ物であるのです。アーメン。聖書の御言葉が食べ物、誠の食べ物って書いてありますね。聖書の御言葉が誠の食べ物。イエス様の、血が誠の命と書いてありますね。はい、コラボの方来ましたね。キューちゃんの放送を見ないと朝が始まらない。おはようございます。おはようございます。おはようございリまスナーす。さん、どうも。もしもし、もしもし。もしもし、こんにちは。はい、もしもし、こんにちは。
おはようございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アメン、アメン。オープン。ちょっとサタンっぽい声。サタンです。サタンですか。怖。ちょっと申し訳ないんですけど、サタンさんはちょっと、はい、招待できないので切りますけど、いいですか。はい、申し訳ありません。本当に？ごめんなさい。え、サタンはダメです。皆さん、サタンの言葉を聞いてはいけませんね。サタンの言葉は毒ですから、サタンの言葉を聞くのはダメですね。偶像の社会、悪魔の支配に負けない、ためにも、油すぎの伝道放送でイエス様の御言葉を学びましょう。アメン。皆さん、アメン。そうなんです。この偶像の社会、罪の社会、その社会から私たちは自分を守る必要があるんです。御言葉によって守る必要があります。皆さん、悔い改めて、この世から出て、ね、皆さん、この世から出て、神の国に入りましょう。この世から出て、神の国に入るのです。ね、神の国に入って、そして、もしもし。もしもし。もしもし。あ、おはようございます。もしもし。おはようございます。はい。はい。はじめまして。はじめまして。新城教会クリスチャンの、ミネコと申します。あ、ミネコさん、はい、はじめまして。新城教会の方ですか。はい。わあ、嬉しいですね。嬉しいです。私ね、はい、東京で、リバイバルミッション東京の時ですね、10日間、武道館行きましたよ。はい。はい。おお。私はたまたまちょっと恵みがなかったもので、はい、ああ、そうです。行けなかったです。はい。峰子さんはじゃあ新城教会の近くに住んでらっしゃるんですか？そうですね。そうですか。最近教会いかがですか？そうですね。てか信者は増えましたね。あ、ここら辺の。素晴らしいですね。今ミッション沖縄してるんじゃないですか？ミッション沖縄。あ、今度沖縄ですね。6月。ああ、行かれるんですか？うん、恵みがないもんで行けません。大変ですよね。遠いからね。そうですね。あ、でも今度6月に、はい、いわきの方でなんかゴスペルの集いがあるらしくて、そこに行こうかなって。そうですか。いわき、いわきっていうと、うん、大阪。30日ぐらいかな。いや、いわき、福島。あそこであるんですね。はい。そうですか。なんかすごい、アンチがすごい。ああ、ごめんなさい。どうしてもネットというのはね、そのアンチが多くてですね、まあ、これも霊的な戦いの一つじゃないかと思うんですが、あまり気にしないでください。うん、ですね。あまり気にしないでね。新城教会はね、はいはい、霊的戦い専門家庭の先生がおられます。もう本当に霊的戦いのね、まあ、はい、日本の拠点みたいなものですね。もう本当に、この、はい、霊的な戦い。滝本純牧師やら、明先生やら。そうですね、まさに霊的に戦わないと、ね、日本は勝利できませんから、私もどっちかというと霊的戦いを強調する方なんですね。霊的戦いを強調して、私の場合はこのネットで霊的戦いをしているという感じでしょうかね。ネットというのはかなりこう悪魔が働く世界なんですね。いろいろ
そうですね、はい、あ、ごめんなさい、はい、そろそろなんていうの、はい、星の、あ、そうですか、はい、わかりました、どうもありがとうございました、はい、失礼します、すいません、失礼します、はい、はい、ありがとうございました、はい、新城教会はですね、知っている教会なんですね、知っている教会で、LTL もですね、協力教会になっていますね、協力教会になっております、ちょっと宣伝しましょうかね、ちょっと待って、こういうですね、新城教会のオールジャパンリバイバルミッションというですね、こういう機関誌が来ますね、機関誌が来ます、こと連鎖賛美っていうのがあるんですね、こういうなんか集会のあれもありますね、LTL もこの新城教会の協力教会ですね、協力教会です、はい、それではですね、ちょっと角部へ行きましょうね、角部へ行きましょう、沖縄のために祈るってどういうことですか、戦争中ですね、沖縄はとても、そのひどい目に遭いました。ここにちょっと書いてあるんですけどね。沖縄はですね、戦争中、本当に、なんて書いてあるかな。沖縄、たくさんの人が死にましたね。たくさんの人が亡くなったんですけれども、今でもね、米軍基地によって沖縄は苦しみを受けています、そしてですね、今国と県、沖縄県で戦ってますよね、私たちはやっぱり沖縄県を応援するべきだと思いますね、沖縄県を応援するべきだと思います、国のやり方は良くないと思いますね、はい、それでは角笛吹きましょう、では、今日の角笛、何角笛がいいでしょうかね、今日の角笛、まあ、その皆さんが、ね、そのイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、聖霊を受けてほしい、聖霊を受けてほしい、救われてほしいのです、皆さんが本当に救われてほしい、ツイキャスで、ね、ツイキャスでたくさんの人が救われてほしいです、ね、ツイキャスリバイバル角部いきましょうね、ツイキャスリバイバル角部、ツイキャスリバイバル、ツイキャスリバイバル、ツイキャスでもたくさんの人が救われてほしい、一人でも救われてほしい、皆さん一緒に救われましょう、そして一緒に伝道しましょう、一緒に救われて一緒に伝道するのです、一緒に伝道するのです、一緒に救われるのですね、一緒に救われましょう、はい、一緒に救われることが、本当に、救われました、アメン、救われました、
姉さんは今とても大事なポイントなんです。姉さん信じた方もいると思いますが、その、信じてですね、信じて救われて、そして今度は皆さんが伝道する立場になってほしいんですね。気持ちが楽、軽くなりました。皆さんがその伝道する立場になってほしいのです。皆さん、一人の救いは大きいのです。考えてください。皆さん、一人の人が天国に行くか地獄に行くかって大きいと思いませんか？永遠ですからね。永遠に天国に行くのと永遠に地獄行くのと大違いですよね。一人でも天国に行ってほしい。一人でも天国に行ってほしい。皆さん、そういう願いを持ちましょう。一緒に伝道しましょう。皆さん、どうぞこの放送ね、拡散してください。拡散してですね、この放送を、他の人に伝えてください。そしてたくさんの人が救われてほしいのです。皆さんが救われるだけではない、ね、今度皆さんが誘ってくださって一緒に伝道しましょう。一人でも救われたら素晴らしいと思いませんか？一人でも救われたら素晴らしいのです。皆さんが真理を知ってほしいのです。なるほど、なるほど、この世は間違っている。この世は罪深い。この世は神様に敵対している。きっとこの世は滅ぶだろう。この世は滅ぶだろうと、皆さん分かりますよね。ぜひ皆さん、この世に属さないで、神の国に属しましょう。伝えてみます。エイジさん、アメン。神の国に会いましょう。ね、7割方理解しました。0.5% 良くなりましたね。キューちゃんの放送でいつも救われてます。アメン。ね、一人の救いが大きいのです。一人の救いが大きい。たくさんの人が救われてほしい。たくさんの人が救われてほしい。なぜキューちゃんは早く神の国に行かないの？伝道する必要があるからですね。こうやって伝道できるのに、ね、天国行っちゃったら伝道できないじゃないですか。放送するために人が救われるなら、ね、伝道、死んでる暇ありません。死んでる暇ありません。もう、伝道してですね、一人でも救われてほしいのです、ね。一人でも救われてほしい。もう本当にみんなが地獄行ってほしくない。ですから皆さん、自分の家族でね、自分の家族にも伝道してください。皆さんが救われるだけじゃなくて、今度皆さんが、イエス様を伝える、必要の方がたくさんいるんじゃないでしょうか。家族や友人や、まだネットでね、伝道して、本当にこの、神様と和解するような信仰を持つように広めましょう。そして祈ってください。皆さん、イエス様を信じた方はイエス様に祈ってください。絶えず、ね、イエス様感謝してですね、いろんなことを感謝して、感謝して祈るのです。今日もですね、今日は土曜日ですけれども、感謝する一日を送ってください。いろんなことがあります。でも全部感謝してください。問題もあるかもしれません。問題を気にしないでください。問題で悩まないでください。明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。皆さん言ってください。明日の心配は無用です。明日行っていいですか？明日来てください。明日来てくださいね。明日礼拝がありますから、ちょっとここに貼りましょうか。これが教会の、ホームページですが、キャスカクさんしていいか、どんどんしてください。
キャス拡散してください。キャス拡散ですね。明日の心配は無用、明日の心配は無用、明日の心配は無用です。明日は10時半から礼拝があります。ニコ生で礼拝がありますから、皆さん、これニコ生、明日10時半からニコ生見てください。そして、今度ツイキャスは来週の、あ、ごめんなさい、今晩の8時、今晩の8時、ツイキャスしますので、お時間のある方は来てください。それでは招きをします。今日の放送を聞いて、イエス様を信じたい方、救われたい方、アーメンと言ってください。救われたい方、アーメン。イエス様を信じて、救われたい。天国に行きたい方、アーメン。地獄に行きたくない方、アーメン。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 イエス様、毎日ありがとう。アメン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 。天のお父様、感謝します。今日もツイキャスで放送することができました。いろんな方々の質問に答えました。一人一人がいろんな思いがあるでしょう。いろんな苦しみがあるでしょう。しかし、あなたがすべてご存知です。リスナー一人一人の心をご存知です。イエス様、彼らを祝福してください。彼らを祝福して、救ってください。救ってください。あなたが確かに生きていて、十字架によって確かに罪が許される、聖霊を受けて、救いを、確信することができますように。イエス様、アーメンと言った方々が救われますように。十字架によって救われますように。彼らの罪を許してください。彼らの罪を許してください。あなたの愛が注がれますように。彼らの飢え渇いた心に、彼らの飢え渇いた心に、あなたの愛が注がれて満たされて、その心が解放されますように。愛と喜びと平安が満ちますように。愛と喜びと平安が満ちて、その神様にあって、新しい心となりますように。リスナーの方々を救ってください。そしてまたリスナーの方々が、伝道したくなりますように。自分が変わったので、自分が変わったので、今度は人を救いたいという気持ちになりますように。イエス様、祝福してください。感謝します。もっともっとたくさんの人たちが放送に来ますように。たくさんの方々がイエス様と触れますように。イエス様の御言葉を聞きますように。イエス様、どうぞ多くの人を集めてください。多くの人を集めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんありがとうございました。今日良い一日を送ってください。雨かもしれませんが、もう本当に絶えず感謝を捧げてください。皆さんの、心が喜びに満ち、感謝に満ちるようになってください。今晩の8時また、追求しに行きます。それじゃあ皆さんありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン。